ちいちゃん剃ってるで。やばちいよ。みんなこんにちは、マユです。ミヤです。今日はアメリカのお菓子が紹介ハロウィンでもらったアメリカのお菓子を紹介します。サーパッチって言います。開けていい？開けていいよ。それどんなお菓子？グミやね。グミ、はい。です。めっちゃ酸っぱいねんな。めっちゃ酸っぱいねんな。こうする。黄色いの酸っぱいや。で、これがレモン。これがイチゴの味。ブラックベリーの味。ブラックベリーの味する。はい。はい、これがスイートハーツです。ラムネみたいなね。私、黄色いの。黄色いの？リアは？食べてみて。いただきます。1、2、3。硬い。私のレモネードの。レモネードの味する？味、ちょっとだけ。リアは何の味？グレープの味する。じゃあ次行きましょう。食べたことある？食べたことある？はい。チョコレートで丸いって、丸いチョコレートで中がカリカリしてるよな。カリカリ、うん、チョコレート中になんかカラメルとチョコレートを混ぜて、それでなんか固まった。チョコレートとカラメル混ぜて固めたやつやと思うの。聞こえる。はい、開けます。日本のマーブルチョコみたいなチョコレートです。これ、チョコレート、はい、チョコレートの中にあって、外が硬いコーティングしてあるねんな。はい、はい、中は普通のチョコレートですね。はい、次のやつ。どんなん？カリカリした飴？はい、うん、カリカリ言ってるね。味は？味がストロベリーって書いてるね。イチゴの味する？うん、ちょっと酸っぱい。酸っぱい、ちょっと。じゃあ次行きます。入ってました。いちご、いちご、ね、あれ違うよ、あれチェリーか。チェリー。マヤは？私のはストロベリー。ストロベリー、いちご。どうぞ。カンナです。カンナです。食べてみよう。酸っぱくない？酸っぱくない。
次はチェリーの味する、うん、ちょっとハイチュウより硬いよね。日本のハイチュウ覚えてる？はい、次。ハイチュウじゃないです。うん、ハイチュウ溶けるもんな、口で。それ溶けへんの？溶けるけど、お時間かかるね。次行きます。次のお菓子はこれ、ライフセーバーガミーです。ライフセーバーガミー、ジュース、マイクガミーズ。開けていいよ。ドーナツみたいな形した。だからここにリング言ってるから。あ、リング。あ、こうできた。ほら、指につけてみてるから見る。チーバー、これ、いる。チュチュロです。マイちゃん、チョコレート味のキャラメルです。次は誰かな。M&M にそっくりやね。 M が書いてあるのが M&M のチョコレートで、 S って書いてるのがスキーローズで、次はキットカット。キットカットで、この鍵なんか中にカリカリあって、でチョコレートがチョコレートある。チョコレートのペッカ溶けてる。ちょっと溶けてるね。